ロンドン条約は海洋の汚染を防止することを目的として陸上発生廃棄物の海洋投記や洋上での焼却処分などを規制するための国際条約。正式名称は1972年の廃棄物その他のものの投記による海洋汚染の防止に関する条約でロンドンダンピング条約、ロンドン海洋投記条約とも略称される。1972年11月、 国際会議機関のロンドン本部で採択され、1975年8月発行。2007年2月現在の定約国数は81。その後も、1993年の付属書改正と1996年の議定書採択により内容の強化、整備が進められている。日本は1973年署名、1980年10月批准。 関係国内法は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律。ロンドン条約は全文、本文22過条、末文及び3の付属書からなり、その主たる規定は次の通り。付属書 I へ掲げる、廃棄物等の登記を禁止付属書2へ掲げる。 廃棄物等の登記には、事前の特別許可を要す他のすべての廃棄物等の登記には、事前の一般許可を要すいずれの許可も、付属書3へ掲げるすべての事項に慎重な考慮が、払われた後でなければ与えてはならない。海洋とは、国の内水を除くすべての海域を有登記禁止対象の規定7項目の物質及びこれらを、含有する。 廃棄物その他の物海洋において急速に無害化され、かつ、食用海洋生物の味と人及び、家畜の健康を損なわない物質については適用しない、国際原子力機関が定義した免除レベルを超える放射能を有するものについては適用しない、海洋における焼却への規制焼却を禁止、百九十六年一月一日以降の産業廃棄物及び、 下水用で特別許可。他の廃棄物その他のものの焼却は、特別許可が必要。廃棄物その他のものの海洋における、焼却の規制に関する規則第1から第9。規則まで付属書愛へ含まれないが、特別の注意を必要とする、物次の物質や、その化合物を相当な量含有する、廃棄物海上コンテナ、金属クズ、その他の巨大な廃棄物で、魚老や、 船舶航行の重大な障害となる恐れがある。物放射性物質毒性がなくても大量だという害または快適性を著しく減少させる恐れのある物許可基準の設定にあたり、考慮しなければならない、事項物の特性及び蘇生及び、その科学的根拠登記場所の特性及び登記の方法及び、その科学的根拠一般的な考慮及び条件に対して、 影響を及ぼす可能性及び海洋動機を避けられないか、有害性を減少できないか日本語の正式名は1996年の議定書1996年11月に採択され2006年3月24日に発行した2007年2月現在の批准国数は301993年の条約付属書 改正以降も、付属書で規定した廃棄物その他のものの登記や焼却を禁止、制限し該当しないものは対象外となっていた。これに対し、96年議定書では、ものの遺憾に関わらず原則として登記や焼却を禁止し、議定書付属書愛へ掲げた廃棄物その他のものだけが登記を検討しても良いことになった。さらに、 投機管理の厳格化と影響評価のための手続き規定が規定されている。二酸化炭素の改定した自創貯留が2007年10月を目途に議定書付属書きいへ追加品目とされる見込み。96年議定書は全文、本文29箇条、末文及び3の付属書からなり、その主たる規定は次の通り。 海洋投機を原則として禁止し、例外を付属所愛へ、規定海洋における焼却を禁止予防的取り組み及び汚染者負担原則の明治付属所愛へ掲げる廃棄物等の投機には、付属所通へ基づく許可を要す内水適用、または内水での効果的措置の採用投機することを検討することができる廃棄物その他のもの6項目の廃棄物その他のもの主として鉄、 鋼及びコンクリート並びに、これらと同等に無害な物質であって、物理的な影響が懸念されるものから構成される、巨大なものに酸化炭素を隔離するための二酸化炭素の回収工程から生ずる二酸化炭素を含んだガス。国際原子力機関が定義し、かつ、契約国によって採択される免除レベルの濃度以上の放射能を有するものについては、当機を検討することを、 禁止投機することを検討することができる。廃棄物その他のものの評価一般規定。投機を一部認めることは、投機を避ける努力義務を免除しないことの確認廃棄物の防止のための審査。投機に代わる処理方法、発生源対策、発生量削減努力に関する規定廃棄物管理の選択肢についての検討。再利用、リサイクル、無害化、代替処理などの検討結果。 陶器以外に処理方法がないことの証明義務科学的、物理的及び生物学的特質。陶器以外の処理方法と潜在的な影響を適切に検討するため必要な廃棄物特質の把握が可能であること。行動基準、陶器の判断基準を人の健康、海洋環境への潜在的影響を生態への毒性、持続性、 蓄積性を優先して設けなければならない。投機場所の選択、水域の特性、利用状況、物質の移動並びに経済性を考慮すること。潜在的影響の検討、投機による潜在的影響の規模を評価して、影響仮説を立て、適切な情報に基づき得られた検討結果のみ採用し、許可発給の可否決定までに結論されていること。 監視、監視計画を策定、実施し、許可条件の遵守を監視し、許可に至った検討が正確、十分と実証する許可及び、許可基準、影響評価が完了し、監視計画が確定した後、条件を明示して発給し、定期的に見直すこと仲裁裁判所による、定約国間の紛争の仲裁に関する、規定一般和具、登記を検討できる。 廃棄物その他のものの一般的な評価ガイドライン登記場所選択に必要な情報と考慮する項目潜在的影響の検討指針許可発給への住民の参加、審査機関が考慮すべき事項監視の指針品目は具、個別の品目ごとの評価ガイドライン。ありがとうございます。